はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はシュツルーデルディメーレをやります。はい、それでは材料紹介です。りんご、バター、シナモン、レーズン、くるみ、パン粉、きび砂糖、パイシートです。はい、それでは前回の動画でガトーショコラの動画をやったんですけど、今日は引き続きゲストに来てもらってます。こんにちは、なおです。はい、今日も妹と一緒に作っていくんですけど、イタリアの伝統的な、ドルチェを一緒に作っていこうかなって感じですね。で、作っていくのがシュトゥルデルディメーレっていうんですけど、北イタリアのトレンティーノ・アルトアディエ州の、郷土料理で、簡単に言ったらなんですけど、リンゴパイじゃないとごめんなさい。アップルパイ。はい。そう、今日はアップルパイですね。簡単なアップルパイの作り方をこれからやっていきます。お願いします。はい。それでは最初に今日はアップルパイの中の生地作っていくんですけど、イタリアのその伝統菓子なのでパン粉ですね。パン粉の詰め物を作っていきます。で、最初に火つけて。アップルパイの中にリンゴとパン粉が入ってるの？そう。変なんだよ。変だねって言っちゃった。あ、変。そう、これは結構クッキーとかビスケット入れるレシピがあるんだけど、イタリア料理っていうのは、余ったパンとか、硬くなったパンを再生して使うっていう、おばあちゃんの地方料理が伝統的なので、伝統的なレシピだとこういったパン粉でやるっていうのが多いです。でもこれはパン粉じゃなかったらビスケット入れても OK。でビスケットって結構ほらバター入ったりとか砂糖が入ったりとか甘いじゃん。なんでこのパン粉をこれから味付けしていくって感じ。おお、分かりやすい。で最初にちょっとバターをこれぐらい入れて、だからこの中でクッキー作るって感じ。で溶けたらパン粉入れて。オッケー。オッケー。はい。そしたら一回混ぜ混ぜして。そう、パン粉をバターにこうなじませて、そうちょうどパン粉が油吸ってなじんだ状態になったでしょ。そしたら砂糖半分入れますね。でこれでパン粉に味付けてある。OK で混ぜ混ぜして、おおすごい、こうやっていいね、こうやってこうやって、はい OK でもうちょっと混ぜて、これ普通の人できないんですよ。まず重くに触れないもん。はい、それではパン粉がいい感じに色がついて、見てください。この温度が上がってこの甘い香りするでしょ。いい香り。このまま食べても本当に美味しい。はい。でここまで来たらちょっとバットに移して冷ましておきましょう。はい。それではりんごを炒めていくんですけど、さっきと同じでバター全部入れて、溶けたらりんご入れてください。全部入れるんだね。でりんごはちょっといろんな種類あるじゃない。普通の富士りんごとかよりは紅玉とか加熱に向くようなちょっと酸味があるりんごでやるのがポイント。だからこれも今回ちょっと黄りんごっていうかそういうの使ったんだけど、酸味がある方が加熱に向いてる。そしたら砂糖も入れてください。家で作れるようになりたいから。これはね、本当簡単だからね。頑張って覚える。で、今回はこのりんごが今炒めて馴染んでるでしょ。で、馴染んでちょっと透き通るぐらいまで。そしたら馴染んできたらレーズン入れますね。はい。そしたらここで今水分が出てるじゃない。で、この水分を拭うっていう意味でも。このままパイで巻いていったらびちゃびちゃな状態でしょ。だから接着させて結構ベースにしていきたいから、ここでさっきのパン粉半分ぐらい今ここで入れて、でこれで混ぜ合わせる。そうするとほらパン粉がまたこの液体吸ってしっかりとしたベースになるでしょ。おいしそう。これだけでもおいしそうじゃない？おいしそうおいしそうおいしそうでしょ。いいね。でパン粉がこの水分吸ったら OK。 疲れた。はい、疲れたらしいです。はい、お、すげえ。一気にプロになった。で、水分がほら、パン粉が吸ってベースになったでしょ。そしたら火を止めて、で、ボウルに移していきます。あとはかなりこう柔らかい状態じゃない、ベースが。で食べた時にちょっともったりしてて食べ飽きちゃうんだよね。それをなくすために、まあ、ナッツちょっと入れるとサクサクで美味しくなるよね。でこれはくるみ入れたりとか、イタリアだと松の実。松の実ね、知ってる知ってる。松の実入れると、まあ、イタリアのお菓子だよねっていう感じ。あとは一番のポイント、りんごのこのアップルパイとかってシナモン、このシナモンを効かせてあげるともうアップルパイですね。絶対美味しそう。で混ぜ合わせて。めっちゃいい匂いする。バターとシナモンですね。はい、それではこのベースちょっと粗熱を取ってからパイで巻いていきます。生地がいい感じに冷めたので、これ生地で巻いていくんですけど、今日は冷凍のパイシート。本来は普通の小麦粉の生地でやるのが一般的な作り方ではあるんですけど、今日はパイシートでやるのでよりこうサクサクって感じで、最初にクッキングシートいきます。でもパイシートとかすぐくっついちゃうので、ちょっと粉打って気をつけて、でここに出します。でこの状態ですね。まあ本当は綿棒がいいんですけど、なかったらまあワインの瓶でも何でもいいです。そう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 、そっち伸びてないから。そう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 、いいねいいね、いいよ。こっちはもういいかな。もうちょっとこっちへ行こうか。でここまで来たら生地をのせましょう。はい、ちょっと手前にこんな感じ、これぐらいいいね。でちょっとこれぐらい、ここまでぐらいまでしとかないと飛び出ちゃうから。クッキングシート、これをただ見てください。これで巻いていく。クレープみたい。すごいでしょ。で、それここまで巻いたら、あとはここ端をちょっとくっつけて、で下に折り込んで折る。これはイタリアの作り方なんだけど、イタリアのバレンタインって。日本だと女性が男性になんかプレゼントする、チョコをあげるみたいな日じゃない。でもイタリア逆で男性が女性に愛を伝える日みたいな。男の人がそうなんで、だからなんか何かあげるっていうよりは、そうバラの花あげたりとか。じゃ作らない。そう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 、基本的に製菓屋さんとかあって、まあ、チョコレート売ってたりとかするんだけど、まあ、イタリア逆だね。ホワイトデーに女の人が手作りするってこと？ホワイトデーはね、ホワイトデーも同じかな。女の人がいや男の人が愛をする。だからなんかくどいな。もんちゃんもそれびっくりして、そうお花屋さんがねずっとやってたりして、これはそうそう焼いた時にやっぱ卵塗ってあった方が焼き色がね綺麗、美味しそうに見えるっていう。卵のコクが加わった方がねいいんで、綺麗に塗ってください。はい、それではこれ170度のオーブンで40分ぐらいこれから焼いていきます。それでは今焼き上がったんですけど、ちょっと割れちゃったんですけど、これはこれでまあしょうがないですね。はい、ちょっと薄く伸ばしすぎました。ちょっとやりすぎました。はい、でこれもう切って盛り付けに入っていきます。はい、いただきます。いただきます。美味しいね。あ、くるみが。そう、くるみが、お兄ちゃんの方入ってなかった。わかる、くるみがあるとなんか。いい感じでしたよ。食感がある。くるみだってわかる、食べて。バレンタインとかに、まあ、こういうお菓子とかあげて、彼氏とかに、何。お返しとかにもらったら嬉しい。あ、前なんか料理の本もらったことある。そう、料理の本もらったのは嬉しかったし、あとはご飯連れてってくれるのが嬉しいかも。なんかすごいいいところ、普段行かないようなちょっとお高いところとかでディナーをなんかごちそうするよ。でその時になんだろう、手紙とかくれたら嬉しいかもしれない。なるほどね。いつもありがとうみたいな手紙をもらったら、それかでも手作りでこういうのを作ってくれてもいいけど、自分よりもクオリティが高かったらちょっと落ち込む。そうそうそう。なるほどね。結構あった。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。美味しかった。ありがとうございます。めっちゃ美味しかった。はい、このアップルパイなんですけど、それはちょっとイタリアの風を感じられるようなアップルパイになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。Thank you.